今日はメイクしていくぞ。皆さんこんにちは、アーリーチャンネルです。今日は今皆さん夏休みだと思うんですが、今回は夏休みにするメイクをしていきたいと思います。だいたい夏休みメイクするときはだいたい友達と遊ぶときとかなんですけど、まあ下手くそなので温かい目で見てください。お願いしますまあ個人的にはすごい気に入ってるメイクをやっていくので、よかったら参考にしてみてください。今日はツインテールです。それでは早速やっていきましょう。とりあえず前髪を留めるんですけど、前髪留めるのをクロミちゃんのこれ100均でキャンドゥじゃないな、ダイソーだったかなで買ったものを使用したいと思います。ここに鏡があります、実は。ということで前髪留めていきます。まず下地はこちらはセリアさんで購入した MM コントローラーカラー A ソフトラバンダーっていう、化粧下地ですね。クロミちゃんのやつです。まあちょっとだけ塗っていきます。でこれトーン上げるために紫です。まあ、よく下地の前に日焼け止め塗ったりするんですけど、今日はいいかとか言ってこれが日焼けしちゃう、ちょっと女子力がないポイントなんですよね結構これさ、トーンがすごい上がるんだよね、肌の紫だから。私最初これ買った時、私紫の下地あるなんて知らなくて、これなんか商品中身間違えましたみたいな、びっくりしたんだけど、全然そんなことなくてすごい使用してます。これはしかもクロミちゃんっていうね、可愛いからな感じです。そしたら続いてこちら、これキャンメイクさんのマシュマロフィニッシュパウダーでございます。これはずっと愛用してるやつですね。パパパパーンって塗っていきます。こういう感じですね。すごい良くない？色がすごい好きなんだ。本当にね、メイクはすごく下手くそなので申し訳ないんだけど、アンチコメはやめてね、まあ、アドバイス欲しいよね。これをこうした方がいいと思いますみたいなあったら教えてください。こんな感じで塗りました。どうでしょうか。で続いては、みんなどっからやるの、このファンデーションやった後に。私目なんだけど、みんなも目かな。で、まずアイシャドウ塗っていきます。アイシャドウを今使ってるのはこちらの AUSアイシャドウパレットでございます。これはツリーコインズで購入しました。これひまちゃんとお揃いなんですけど、こちらを使っていきます。で色が12色あるんですけど、基本的に使うのはピンク系かなって思います。まずは指で薄めのピンクをバーって塗っていきます。だから私だったら、あ、ピンと合って、これ今指触ってる超絶鏡がちょっとピエンじゃん。こうして、あ、これでいいや。こちらの色を、マットの色をさーって、もう本当に色ついてんのついてないのっていうぐらい薄く塗っていきます。まあちょっとわかるぐらいでいいかなみたいな。で私アイライン結構引く時もあれば引かない時もあるんですけど、今日は引きません。なんでかって毎度失敗するから。アイラインの綺麗な引き方を教えていただきたいです。こっちとこっちが近くなっちゃうんだよねこっちうまくいったのにこっち違うしみたいな、こっち上がってるしこっち下がってるみたいな、ちょっと教えていただきたいですね。基本的にピンクを使うメイクが好きなんですよ。こんな感じかな。あ、カメラだとすごい分かりやすい、鏡だと全然見えないんだけど。でそしたらこの中から私は濃いめの色を選んで、あ、すごい、カメラ映った。別に、カメラ映っても良くないって思った。別に良くない？映ってないし。まあいいや。あ、これでいいやん。濃いめの色だから、結構、日によって変えるんだけど、マットの濃い色か、ラメがめちゃめちゃ入ってるやつ、選ぶんですけど、今回はこちら、この、キラキラのピンクにします。これを、チップとか、私はちょっと、チップも使えますが、これがすごい楽なんですよ。これは、キャンデーだったっけな、100均だったと思うんですけど、で買ったこの筆なんですけど、これが結構個人的に使いやすいのでこれを使ってます。取ったら、なんていうの、ここのギリギリのところを
チュン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 って塗っていく感じです。こういう、あー二重になりたい。こうほら二重、こっち一重、こっち一重、こっち二重。本当に二重になんないんだよね。あの目つぶってこうギリギリやると、ふって目開けると奥に行っちゃうの、一重だからかな。そうだから目を開けてガバッて開けてこうこうするこうするちょっとキラキラさせる感じでブレンドで、こんなもんですね。すごいカメラだとすごく色がはっきりするんだね。反対側も同じようにやります。こんな感じかな。で、そしたらここの目尻っていうのかな、ここにこの茶色があるんじゃないですか。この茶色をほんのちょっとだよ、ほんのちょっとふんふんだけかけます。ちょんって一回乗っけるぐらいでいいよ。ちょんって一回ぐらい乗っけたらぼかします。昔はチップで。いやー、口焼く癖が治んないんだよね、メイクやってる時に。こういう感じです。これでとりあえずアイシャドウは以上でございます。そしたら次はですね、まつげを上げていきましょう。まつげ上げるのは、はい、こちらは100円ショップキャンドゥで購入したビューラーデスク、コンパクトなやつなので持ち運びにもいいやつですね。でこれでまあ5秒ぐらいちょっと私もなんで5秒なのかわかんないんだけど、5秒ぐらいがちょうどいいんだよね。そうだから5秒ぐらい上げます。ここ肉挟むのよいつも。1、2、3、4、5。え、今日全然上がんないじゃん。反対側も上げます。ミスド食べたいな今、すごいドーナツの気分。そういう時ない？こんなもんかな。で、上げたらこれはマスカラですね。マスカラを塗っていきます。これは松本清さんで買いました。ノアマスカラボリューム A01 ってものを使ってます。ボリュームがやっぱり欲しいので、ボリュームが結構あるものにしました。で、これで上げていきます。こんな感じですかね。反対側もやります。これ買う前はね、結構マスカラはそんなにつける派じゃなくて、よく上げてそのままみたいなあったんですけど、今はすごい愛用してます。これすごいおすすめです。これもさ、左右対称なんないのよ。一緒になってよ、まあ、こんなもんでいいかな。で、そしたら涙袋が欲しいんですけどないのでこれはキャンドゥさんで購入したかな。待って、すっごいさ商品名とか消えてんだけどここに本当は書いてあるはずなんだけど、ほとんど消えちゃった。これはアイクレヨン01ベージュパールってやつでございます。で、これをまあちょっとだけだけど打っていきます。まあ、涙袋にちょっと見えにくいかなっていうのはあるんですけど、まあ、とりあえず色がすごい好き、キラキラしてるので一応描いてます。涙袋の描き方が分かんなくてね、てか調べても描けないっていう。結構個人的に自分で良かったなって思うのは、寝不足とかでもクマが全然できない人で、多分パパもできないから多分それで似たんだと思うんだけど、クマができない人なのでメイクとかで隠さなくていいんで超楽です。続いてはチークを塗っていきます。チークはユアグラムのグラデーションチーク02でございます。これは色全部混ぜるとすごい綺麗な色になる色なんですけど、こちらは確かキャンドゥさんだったかなのブラシでわわわわって塗っていく感じです。こんな感じでつけたら、ここら辺ここら辺をバッてビッ、こういう感じで塗っていきます。反対側も
でまあ、あのつけすぎないように酔っ払いのおじさんみたいにならないようにちょっとぼかしてでもしこんな感じかな。でそしたらリップなんですけど、リップはまあ、まあ、撮影の時はすごいつけるんだけど、あとプリクラ撮る時とかつけるんだけど、あの今コロナ禍でマスクつけてるじゃないですか。だからそれで結構、マスクにリップとかつくのが嫌なんであんまりつけないんですけど、今日はつけていきます。リップは特に絶対これつけるっていうのはないんですけど、今日はこれディオールなんですけど、これはあの私のお金じゃ買えないんですけどママからお下がりということでいただいたものなんですけど、本当にありがとうございます。こういうピンクのラメがあるやつでございます。書いてあるけどすごい読めないまあディオールのやつをつけていきます。ディオールだってすごいよね。でこれをうん、結構色薄めなんですけど、ラメがすごく好きなのでつけてます。ということでメイクはこんな感じです。じゃあ前髪下ろしてみましょうか。はっ、こうやってもう跡ついちゃった。はっと前髪分かれてるのどう？あ、すごい見て、私が前髪初めて作った時みたいになってる。こういう時はこうこうちょっと横にして横にしてってやると結構つながる。ちょっと前髪ボッサボサなんだけど、ちょっと許してください。こんなもんかな。ということで完成。ということでこんな感じでした。はい、ということで今回は夏休みメイクをやってみました。まあ遊びに行くときこういうメイクしてるので、よかったら見かけたら話しかけてくださいこれでマスクしてるからこういう感じ、うお、こういう感じなんですけど、まあ、まあ下手クソなんですけど、個人的にこのメイクすごい気に入っているので、まあよかったらまあ参考にできるか分かんないんだけど、参考にしてみてください。でもうメイク使ってるものとか全部おすすめなので、あのキャンメイクとか結構お手軽価格で買えるものがたくさんあるので、よかったらチェックしてみてください。多分ここに商品名出たと思うんだよね、多分分かんない、編集ママとかパパにやってもらってるからみんなはどういうメイクしてますか？コメントで教えてください。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。